でこちらの、椅子の素材なんですけれども、防火が使ってありまして、お手入れなんかもすごく、簡単な商品になります。あと特徴としては、このソフトレザーの質感がすごくリアルで本革のように見えるような高級感のある風合いになっているのと、あとこういったところにですねステッチがついているので、ここがポイントになってこう可愛らしい雰囲気が出てるんじゃないかなと思います。はい、どうですか、背もたれが結構クッション性があって長く座っても疲れないような座り心地で非常に気持ちいいです。高さも調節できて下がついてね、在宅ワークにそうぴったり。こちらの椅子のサイズなんですけれども、この幅がですね56センチで奥行きが58センチ、高さなんですけれども、この、座面の昇降によってなんですけど、一番低いところで45センチ、高いところで54センチあります、一番下から一番ここの高さまでは、座面の昇降によって、動くんですけれども、低いところで78センチ、高いところで87センチまで上がります。まずは、座面が入ってます。で足の部分ですね、あとは組み立て用のパーツがいくつか入っているような状態です。はい、では早速組み立てをしていきたいと思います。まず最初に組み立てるのはこのキャスターがつく足の部分です。まずはこの5つのキャスターがつく場所にキャスターを、くっつけていきたいと思います。ずっと押し込むだけで簡単ですね、はい、奥までカチッといけば OK です。で意外と簡単です。この足の部分はスチールでできているので、結構ずっしりしてて、実際にキャスターとして使うときにやっぱり重心が下に来て安定感が出やすいので、すごく使いやすいんじゃないかなと思います。そうですね、はい、ずっしりしてるんだ。これで足の部分が完成しました。はい、このシリンダーをここに取り付ける作業になります。はい、最初ここに、キャップが付いているのでこれは取り外します。でこれを上からグッと入れてもらって、はい、ここまでで OK。 座面の裏に、この金具を取り付けていきます。こんな感じで取り付けるんですけれども、金具が、こんな感じで揃っているので一度確認してから取り付けましょう。この穴が長く縦に開いている方がこの背中の方になるので向きを確認してから取り付けていきます。まずは、緩く軽めに留めておきましょう。ここも緩くつけておきましょう。このパーツの部分は完成です。今この取り付けた、金具のところに穴が開いているので、先ほど取り付けたこのシリンダーの部分に、乗せていきたいと思います。はい、ここでしっかりとグッと差し込みます。これで完成になります。